じゃあ、最初にちょっと概要的なことをお話しして、でそれからまあぐるーっと見てもらって、まあ、現場の方の見学をまあしていただくような形にしたいと思いますので、じゃあよろしくお願いいたします。ね、まあ、今回この修理している建物はですね、真田信行玉屋方で、あとまあ表門、そちらの方も直す予定でして、どちらも国の重要文化財に指定されている建物になります。玉屋っていうのは、米屋と書いてる玉屋って読むんですけども、戦国時代とかですね、安土桃山、それから江戸時代初期なんかに多く作られた建物で、当時 その武将とか、あるいはその夫人、奥様とかを祀った建物で、まあ、霊廟建築と言われる場合が非常に多いと思います。で、この真田信行玉屋が建てられたのは、万治3年ですので1660年ということになってまして、今から約360年ぐらい前、約360年前ということになります。この、まあ、霊廟建築の方の建築的な特徴といいますと、まあ、絢爛豪華とかそういう言葉で、まあ、表されることがありますが、まあ、漆塗りであったりとか彩色といわれる、技術で、全面を塗装されていたりとか、飾り金具、まあ、金色に仕上げられたそういう金具をですね、まあ、随所につけると、要所につけるというような形とか、あとはその、彫刻類をですね、まあ、ふんだんにつけて隙間なくつけるとか、まあ、そういう荘厳というふうに言われることが多いという華やかな、まあ、建物であるということになります。この真田信行玉屋も同じくですね、やはりそのような絢爛豪華と言われるような漆をふんだんに使って、まあ、黒漆をですね基調として、ところどころに赤の漆を使ったりとかいうような塗装を施したり、まあ、彫刻も隙間なく取り付けるというようなこと、それからまた日本画の顔料である群青とか緑青、それから胡粉とかっていうようなものを用いて、まあ、着色するという彩色という技法もやはり同じく使われているということで、よくよくその建築的な特徴は霊廟建築の特徴と一致しているというふうに言えると思います。で、まあ、これが修理前の、玉屋の方でですね、まあ、一応このような状況でだいぶこう色がここからちょっと分かりづらいかもしれませんけど、漆が落ちていたりとか、あとはその彩色の色が落ちちゃったというようなこととか、あとは屋根については後ろに現物がありますけども、まあ、ああいうように先ほど、まあ、皆さんが持っていただいている板がこう傷んでいた、まあ、かなりこうちびてるとかですね、あとはこう板がこう割れちゃってるとか、そういうような状況が見られたということで、今回の保存修理に着手したということになります。で、今回の修理工事はですね、まあ、屋根の状況は一番向こうの3枚目の写真、あれで見ていただくと、ああいうような形で、まあ、この屋根がなっていたというようなことになりますし、また、そちらの方の、4枚目の、まあ、上の写真とかですね、こう漆塗りがこう落ちちゃって、もう黒じゃなくてその下地のものがこう露出しちゃったとか、あとはその下の鶴の彫刻、まあ、これ結構有名なやつで、左陣五郎が作ったというような一応、伝聞としてあるということですが、まあ、金色の仕上げだったのがそれが落ちちゃってその下の赤の下地が出てたというようなこと、あとその下がその金色の飾り金具になりますけども、まあ、真田家の、六文銭の、なんだけどもなんかこうなくなっちゃったとか、あとはこう金がこうじゃだいぶこうしらけてきたとかですね、そういうようなことがまあ見られたということで、今回は保存修理に着手したということになります。で、まあ、建物ここだけではなくて、実は松代っていうのはこの玉屋の建築っていうのは非常に多くてですね、まあ、ここでもこの真田信行公の、玉屋、それからお隣がその、4代目の藩主なんですね、信広公の玉屋と、それから本堂裏の、海山堂って今なってますけど、あれが、三代雪道公の玉屋というふうに言われていて、まあ、一応、そういうようなことで、ここには以前は5棟あったと言われています。今はそのうちの3棟が、ここに残されている。でその玉屋も、他にもありまして、
例えばその、右一番右側のやつの上の写真、まあ多分ご存知の方も多いと思いますけど、これが二代藩主、信政公の玉屋で、まあ元々はここにあったけど、そこを、臨床寺ですよね、であっちの方にこう移したと、移築したというようなことになってますし、その下が、まあ、こちらが、まあ、もう一つの国の重要文化財に指定されている、ですね、西楽寺の、信行公三男で若くして亡くなった信繁公の玉屋というようなことで、他にも残されているということになります。まあ、ちょっと見ていただくと、やっぱりこの初代の信行公が一番豪華、いろいろまあ彫刻がついていたりとか、まあ、そういうところもありまして、ちょっとこう簡素化されている、まあ、初代に対してちょっと遠慮しているようなところが、まあ、見られますけども、同じく、まあ、霊廟建築ということで、その特徴がよく見られるということになります。で、今日はですね、見ていただくのは主にこけら葺きということで、まあ、そのようなことを見ていただきますが、まあ、お手元、あ、これ置いてきましたね。まあ、まず向こう行ってちょっと確認してもらいたいんですけども、こけら板のまあ作り方ってざっくりとまあその板の書き方、作り方をここに書いてます。まあ、そういうふうに丸太を切ってきて、玉切りにぶつ切りにして、で、その周りの偏材って言われる腐りやすい部分、まあ、白田とか言いますけど、そこは全部落としちゃって、中心部分の腐りにくい赤身ってとこだけ使います。で、それをまあ半分に割って、そしてさらにそれを、6等分、8等分するというようなやり方で、まあ、みかん割りと言いますけども、そういうのを割っていって、まあ、この板を薄くしていって使うということになります。まあ、実際のこの板の取り付けは、何重にもこう厚くなっていって、まあ、こういうふうに重ね抜きをしていくわけですけども、まあ、途中でこう竹釘とかですね、そういう釘で留めているというような、そういうやり方になります。で、今回は、まあ、もう一つ、A3 で折ったパンフレットを、つけておきましたが、まあ、今回その私たち、まあ、日本 の, その木造建築の修理というものがユネスコの無形文化遺産ということに去年になりました。で、今回その、まあ、ピーキングアーキテクトとこういうふうに、まあ、いろいろなそれぞれの工事について、これはまあ文化庁のパンフレットですがなってまして、今回この中では、建造物修理、それから建造物木工、それから屋根板製作、ひわだぶき、こけらぶき、それから建造物装飾というところがですね、団体がこの修理に携わっているということになります。一応私の方の説明、まあ、ざっとですけどこれで、終わらせていただいて、あとはどうぞ見ていただいて、質問があればどうぞしていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。